皆さんこんにちは、愛賀真理子です。最近街を歩くとクリスマスイルミネーションがとっても綺麗ですよね。この時期ならではの楽しみです。皆さんもイルミネーションはご覧になりましたでしょうか。それではシティニュースおた12月1日号、今回は携帯電話やゲーム機、ビデオカメラなどの小型家電を対象にした小型家電リサイクルと年末年始のゴミ収集についてお伝えします。また後半では大森ふるさとの浜辺公園など区内4会場で開催された太田ふれあいフェスタの模様を、思い出写真館では公園をテーマに懐かしの写真をご紹介します。それでは初めに10月から始まった小型家電リサイクルに関する話題からお伝えしていきましょう。大田区では携帯電話やゲーム機、デジカメなどの小型家電を対象にした小型家電リサイクルをこの10月からスタートしました。小型家電リサイクルではこれまで不燃ごみなどとして埋め立て処分されていた小型家電をリサイクルに回すことで資源の有効活用を図る目的で実施されるもの。対象となるのは携帯電話、携帯ゲーム機、ビデオカメラ、電子辞書、デジタルカメラなどご覧の10品目。主にご家庭の電気や電池で動く小型の製品が対象となっています。今回の回収を始めた小型家電にはレアメタルなどの金属が非常に含まれています。区が回収した小型家電は日本国内で、適正に資源化を行う認定事業者に引き渡しをしていきます。でこの認定事業者は引き取った小型家電を破砕して選別して金銀パラジウムや、また、鉄やアルミニウムですね、そういったものを回収して資源として再利用していくということになります。日本では年間でおよそ65万トンの小型家電が使用済みとなりますが、それに含まれる有効金属はおよそ28万トンあると言われています。こうした有効金属が専門業者によって適正にリサイクルされれば、これまで埋め立て処分されていたゴミの量を大幅に削減できるだけでなく、これらの家電が不適正に処理されることによる環境汚染を防ぐことにもつながります。今回の小型家電リサイクルで対象となる小型家電はこれまで不燃ゴミとして収集された後、京浜島にある不燃ごみ処理センターで処理されてきましたが、大田区ではこの10月から区内各所に小型家電専用の回収ボックスを設置。区役所本庁舎や特別出張所、JR 駅周辺の駐輪場など26カ所にこの回収ボックスを設置し、集まった小型家電を定期的に回収しています。また粗大ごみとして収集したものの中から小型家電などに該当するものを選別し資源化を行っています。さらに区が主催するイベント会場などにもこの回収ボックスを設置。先日開催された太田ふれあいフェスタや環境フェアなどでもボックスを設置し、区民にリサイクルへの協力を広く呼びかけています。ご家庭に眠っている小型家電が再資源化という形で新たに生まれ変われるように、区民の皆さんのご協力とご理解をよろしくどうぞお願いいたします。なお小型家電リサイクルの対象となる製品はご覧の通りです。これらの家電を処分する際は区の施設などに設置されている専用ボックスでの回収にご協力ください。これらの家電を回収ボックスに入れる際は電池を抜いてからにしてください。また個人情報が含まれるものに関してはあらかじめデータを削除することを忘れないようお気をつけください。さて年の瀬が近づいてそろそろ大掃除のシーズンです。この時期はいつもよりゴミ出しの量も増えてしまいますよね。
ということで続いては年末の大掃除に向けて各地区の年末年始のゴミ収集日のスケジュール、さらにゴミ出しの際の注意ポイントについてお伝えしましょう。大田区では12月31日から1月3日までの間、すべてのゴミ収集をお休みします。年末最後の収集が終了した後は年明け最初の収集日まで集積所にゴミや資源を出さないようご協力ください。また1月4日から6日の間は不燃ゴミの収集をお休みしますので、ゴミの出し忘れ、出し間違いがないようお気をつけください。続いて年末年始のゴミ収集日についてです。可燃ごみと資源については12月30日月曜日まで通常通り収集を行います。年明けの収集は1月4日から実施します。なお火曜日地区の可燃ごみ資源については1月5日日曜日に臨時収集を行います。次に不燃ごみの収集についてです。不燃ごみ収集の年内最終日はご覧の通りとなっています。また年始の不燃ごみ収集はそれぞれご覧の日程で行います。なお粗大ごみの申し込み受付は12月28日まで、年始の受付開始は1月4日からとなります。年末は混み合いますのでお早めに申し込みください。ゴミの分別について皆さんに注意していただきたいポイントを3点ほどご説明させていただきます。1点目は紙の分別です。お菓子の箱やティッシュの箱、包装紙、パンフレットなど皆さんの身近にある紙類を可燃ごみとして出していませんか？こういった紙類を雑紙と言い、区では資源として回収しています。雑紙はまだまだ可燃ごみの中に多く含まれています。こういった紙類を出す際は可燃ごみとは分けて資源の日に雑誌と一緒に縛ってお出しください。次にスプレー缶、カセットボンベ、ライターを出す際の注意点についてご説明します。これらを出す際のポイントは必ず中身を使い切ってから出すことです。中身が残っているとゴミ収集車両の火災の原因になり大変危険です。使い切ったらスプレー缶、カセットボンベは中身の見える別袋に入れて資源の日に、ライターは不燃ごみの日にお出しください。次に大型のゴミを出す際の注意点についてご説明します。家庭から出る家具や電化製品などで一辺の長さがおおむね30センチを超えるものは粗大ごみです。これら粗大ごみに該当するものは大田区粗大ごみ受付センターにお申し込みください。また粗大ごみは製品の大きさで判断しますので、分解したり壊したり切り刻んだりして小さくしても粗大ごみとして扱いますのでご注意ください。ゴミはきちんと分別して資源はリサイクルに、ゴミ出しのマナーを守ってすっきりとした気持ちで新年を迎えたいですね。それでは次に、先月大森ふるさとの浜辺公園などを会場に開催された太田ふれあいフェスタの模様をお伝えしましょう。今年で24回目を迎える太田ふれあいフェスタ、今回のテーマは笑顔で結ぶふれあいフェスタ、地域力と国際都市です。各会場では歌や踊りのステージ、模擬店やフリーマーケット、各種体験コーナーなどのおなじみの催し物が行われた中、会場の一つ大森ふるさとの浜辺公園では、今回のテーマの一つである国際交流をキーワードにした催し物が行われました。こちらの国際交流ステージでは韓国の民族楽器をはじめ、さまざまな国の歌や踊りが披露され会場を盛り上げます。続いて登場したのは今話題のゆるキャラたち。スポーツ祭東京2013の終了後、スポーツ推進大使となったユリートをはじめ、さまざまなキャラクターたちが登場し観客の皆さんにアピール、
ご登場いただきました。また今回はこれまで大森西特別出張所の管轄内で開催されていた大森西ふるさと祭りも同日に開催されることになり、ステージではふるさと祭りの定番企画である大森ジンクなどを披露。会場を訪れたクール大田区大使の皆さんも一緒に踊ります。さらに会場の一角に設けられた国際交流広場では、世界各国のおいしいものや面白いものが目白押し。家族やお友達同士で世界のおいしいグルメを楽しむ来場者の皆さんです。こうしたおなじみの企画とともに、こちらの船着き場では大田ふれあいフェスタ限定クルーズと題し、昨年に続いて船上から水辺の景色を楽しむイベントを実施。会場と天空橋船着き場を往復するコースと、東京湾に出て羽田空港やスカイツリーを眺める周遊ツアーが行われ、参加者は束の間クルーズを楽しみました。人と人との輪を育み、大田の地域力を育む場にもなっている大田ふれあいフェスタ。今年は2日間で延べ37万人が来場したそうです。それでは最後に思い出写真館のコーナーです。今回は公園をテーマに懐かしの写真をご紹介します。冷たい木枯らしが吹き抜ける12月は、街も人もすっかり冬の装い。そんな中、区内の公園からは冬の寒さを吹き飛ばすように子どもたちの元気な歓声が聞こえてきます。大田区の公園といえば、まず名前が挙がるのが萩中公園です。昭和38年開園の萩中公園には、野球場やプールのほか、広い原っぱや交通公園、さまざまな乗り物を集めたガラクタ公園などがあり、区内随一の広さと設備を誇っています。一方、蒲田大森地区では、東邦大学医療センターの隣にある鶴渡公園が地域のオアシスとして親しまれています。また SL や消防車などの展示があり、交通公園としても楽しめる東調布公園に、およそ3000本のタイヤが園内を埋め尽くすタイヤ公園、ユニークなアスレチック遊具がある中蒲田公園など、個性的な公園が多いのも大田区の特徴です。東京23区の中で都市公園の数と面積が最も多いのが実は大田区。遊具や設備の充実度はもちろん、季節の草花や四季折々の風景が楽しめるこれらの公園は、大田区の財産と言えますね。以上、思い出写真館のコーナーでした。さて、今回のシティニュースをいかがでしたでしょうか。次号12月16日号では、2号機3号機の製作が進む下町ボブスレーと、オリンピック出場に向けた活動についてお伝えするほか、ご覧の内容をお届けします。それでは次号もどうぞお楽しみに。